ショールームをご覧のあなた、こんばんは、お久しぶりです。乃木坂46の新内舞です。めっちゃ久しぶりな気がしてます。そんなことない？そんなことあるよね。2ヶ月半ぶりみたいで、リモートの放送が続いてたんですけども、ご覧の通り久しぶりに日本放送に帰ってきました。どうです？恋しかったでしょう、みんな。そうなんですよ。もう様子は特に変わりなく、いつも通りな感じで。でも嬉しいですね。なんかやっぱちゃんと日常に戻るのは大変だったりするんですけど、未だにお仕事の面とかでもやっぱね、リモートだとできないこともあったりとか、レスがなかったりとかするので、すごく寂しかったんですが、久しぶりに会いました、花咲ちゃんにも。ずっと喋ってた。今日プレミアムミュージックに日本テレビの出演させていただいてて、朝からリハで中空きがあったんですけど、まあまあ朝早い時間から起きてたのに、で眠かったんですけど、ちょっと喋っちゃったよね。そうなんですよ。で、すごい久々に会ったので、スタッフの皆さんにバレンタインデーを今更ながら毎年恒例のお渡しいたしました。今年もチョコレートをお渡しいたしましたね。もうでもホワイトデー過ぎちゃったから、全然お返しは待ってないんですけど、全然待ってないです。全然そんな高いもんじゃないし、全然いいんですけど。はい、というわけで、毎週水曜日の深夜1時からラジオラジコショールームで生放同時生配信、乃木坂46のオールナイトニッポンのプレ番組としてお送りしているこの番組、緊急事態宣言を受けてこのところずっとリモート放送だったため、このショールームはお休みで、今回が久しぶりの配信なんですけど、たくさんメールも届いてます。千葉県柏市22歳筋肉太郎くんからです。4月から新社会人となり、教員として働きますので、今日がリアルタイムで視聴できる最後です。久しぶりのショールーム配信楽しみにしてます。キャー、教員先生になるんですか？わー、頑張って。22歳、そっか、若いね。先生になるんだ。来週から、そっか、来週は一品なのかな。4月1日、大変だ。開けて4月1日になっちゃうから、さすがに寝なきゃだね。新生入学式とか遅刻しちゃダメよ。その時はなんか頑張ってください。はい、続きまして、東京都台東区31歳、ジャイアント厚彦さんからです。久々の事前番組配信と番組本編のショールーム配信、嬉しいです。ここしばらく曲が流れてる間にブースで踊りまくるメンバー見てなかったので、今夜の放送ではそんなシーンが見れるかもと思うと楽しみです。そんな踊ってないよ。踊ってる？まあ、手振りぐらいだったら踊ってるか。そうなんですよ、日常ね。踊りたい。ひなこ来てくんないかな。ひなこ来た時日常流れるから、絶対にスタッて立ち上がってやらせていただいております。嬉しいです。はい、まあまあまあ、さてこの後深夜1時から番組本編は、私新一の他に乃木坂メンバーから毎週週替わりパーソナリティが登場してくれます。今週はいよいよ今度の日曜日のライブをもって卒業を迎える私と同じ2期生の堀美央奈ちゃんが登場してくれるんですが、送り出す方として、そうですね、私何を送ってきたんだろうね。でも2期は何人だ、もう結構8人で、14人でしたっけ確か、なので6人送ってきたんですね私。いやー、堀さんやっぱ大きいですよね。なんかこの間真夏とも話してたんですけど、なんか私って結構長くやってるじゃないですか、年齢的にも。でもなんかそれって
なんか3期生がね、一人も辞めてないんですよ。だから、なんだろうな、気持ち的にも安いし、後輩を送るって結構私の中で来るだろうなって思ってるので、それを真夏に話したら、真夏は美緒永を送るのがすごく自分的には結構心に来るって言ってたので、そう、そうだよなーって思って、同期がね、7人になっちゃ半分になるんだね、ちょうど。そう、だからなんか悲しいですが、日曜日にね、私たちはライブがあるので、だから結構ね、もう最後、今日もなんかそのプレミアムミュージック、生放送の音楽番組出させてもらったんですけど、今日はミオナにとって多分最後の音楽番組だったから、乃木坂としてのね、だから写真とか撮ったりとかしてましたね。ああ最後かーと思って。ねえ、シングアウトでしたけど、皆さん見てくれました？すごく楽しかったですね。でもまあいろいろ思い出はありますし、番組本編でもお話ししていこうかなと思っておりますので、ぜひ本編も聞いてください。はい、というわけで、この週替わりパーソナリティはこの後深夜1時のオープニングから登場してくれます。ぜひお楽しみに。それでは久しぶりの配信となる今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。今週のワンコとニャンコとその他のペットということで、私新内があなたのペットの写真を見て心癒されるただそれだけのコーナーです。大阪府ハビキノ氏富マネキンさんからです。うちの猫たちはこたつの中で丸くならずにフリースタイルの寝相でスペースを独占してます。写真はメスの三毛猫シルクとオスのキジトラカンパチです。シルクとかにゃーにゃーにゃーかわいい、にゃーにー寝てるの、おこたしてる、おこた、足入れたら、あ、ごめんってなるよね多分。あ、ごめん、寝てた、ごめんって。マジでフリースタイル かわいすぎー。じゃじゃじゃーん、かわいよ、伸びてるよー。机いっぱい伸びてるからね。だってこれ足と足でしょ？机の。机いっぱいにビューンって伸びてるからね。猫ってなんであんな伸びるんだろうね。マジで不思議。はい。続きまして。茨城県二十歳のカズキ君からです。うちの猫がプーマの形をして寝てます。あら、え、あら、え、合ってると思ってた。寝方がスマートだね。寝てるの？立ってんじゃないの？こう撮ってんのか。なるほど。見て、こう見るとマジ立ってるみたいじゃない？多分これが白い壁で、これが多分床みたいになってるんだけど、本当は。かわいい。めちゃめちゃかわいいっす。かわいよ。綺麗な毛並みね、本当に。はい、続きまして、神奈川県相模原市ピピさんからです。うちの猫が変な寝方しているなぁと思って近づいてみました。かわいい、かわいすぎる、かわいすぎる、器用、中国の雑技団みたいな器用さ、かわいい、好き 最近さ、なんか友達ん家のワンコとかさ見るとさ、かわいい、好きって言っちゃう 好きだけ本気、もう、かわいい、好き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 ってなる あー、
可愛い、本当可愛いです。はい。もう一つ決まるんですか？今日はパラダイスですね。奈良県桜井市25歳なんかの水くんからです。うちの実家で飼ってるにゃんこのきなこちゃんです。外にいるなと思ってみたら入りたくなったのが戻ってきました。あ、見てる。見てる。こっち見てる。来たー。かわいい。見て。めっちゃ見てんの。見てる。からのね。来たー。かわいい。いい色ね、本当に毛並みが綺麗。猫ばっか。あ、ラスト2番か。はい。仙台市若林区22歳柏餅の葉っぱくんからです。実家で飼ってるもうすぐ1歳になるワンコです。たまに会いに行って癒されてます。にゃー、かわいい。大きくない？トイプードルかな。かわいい。足、靴下好きよね、ワンコって。かわいい。あー、こっち見てる。そこ好きなの。そこで寝るの好きなんでしょ。ハマってるんでしょ。知ってる怖い知ってるわ、怖い。あー、ほら、もう好きじゃん、ここのヘリ。にゃにゃん、かわいいすぎる。もうだってほら見て、4枚送ってきてるから、もう好きが溢れてるよ。はい、まずこれね。かわいい靴下。靴下めっちゃ匂い嗅ぐよね。で見て、こっち見てんのよ。遊んでほしそうに。仲間になりますかっていうアイコン出てきそうでしょ。その後のこれよ。もう好き。もうここもうベスポジ。多分彼か彼女か分かんない、彼にとってすっごいベスポジからのね。もうこれはずるいんすよ。ずるくない？かわいすぎん？なんなん？か好き。はい、ってことで、このコーナーでは、久しぶりだからね、ちょっと許して。このコーナーでは、あなたの飼ってるペットの写真をお持ちしてます。ネットでなどで拾った予想地のペットの写真はお断りです。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマーク、オールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。あなたの自慢のペットの写真をお持ちしてます。それでは、この後1時にまた会いましょう。お会いしましょう。またね。